あなたの心にいるハート。みなさんこんにちは、ゴンバイルハート非公式 VTuber のいるハートです。なんか今日はね、いるハートに相談がありますってだけ聞いてるんですけど、何ですか？それは私って。わかりました、あれですね、コンパイルハート社員さんについに春が来たってことですね。はい、何でも任せてください、聞いてください。やるしかない、やるしかないです。これはこのスーパーコンサルティングバーチャル YouTuber のいるハートに何でも任せてくださいよ。あなたの心にいるハート。イルハートちゃんに相談できると聞いて飛んできました。かわいい。実は毎日毎日何を食べるか悩んでいます。おにぎりかパンで済ませてもいいし、外食に食べに行ってもいいし、正直食べなくてもいいかなとも思っても、そんなことは思わない。イルハートちゃんの食べたいものを食べるので、ぜひこれを食べろってのを教えてください。ちょっと待って、正直食べなくてもいいかなと思ってますだけは私はあんまりわからんけど。そうですね、なんか毎日ね、何食べようかなって悩むのはめっちゃわかりますね。世の中には美味しい食べ物がたくさんたくさんありますからね、その限られた中で何にしようっていうのはありますが、なんだろうな、食べないのは体に良くないからそれはなしで、本当に なくてもおにぎりとかパンとかでもいいし、そうですね、イルハートちゃんの食べたいものを食べるって言ってるので、毎日聞いてくれたら毎日答える。あれだね、毎日変化をつけると楽しいと思うので、今日はちょっと飲み物を炭酸にしてみようかなとか、今日はプリンつけてみようかなとか、そうだから食事は毎日変化があれば楽しいです。今日はスーパーでもいいし外食でもいいから、甘いデザートとかケーキとかプリンとかを追加で食べることをおすすめします。自分が食べたいわけじゃない、食わない。でも私はちゃんとね、この相談してくれた社員さんのことを考えてますから。それにあれよ、あのお便りでさ、私の食べたいもの食べるって言ってるからいいんです。はいはい、次はスタッフから。はい、何でしょう、お仕事の相談。はい、上司からイルハートちゃんの企画を出せって言われて出しているのに全然企画が通りません。自分はイルハートちゃんならではの良い企画だと思っているんですけど、例えば料理の音だけ聞いて当てるシリーズ、揚げてる音だけを聞いてどれが唐揚げ、ヒレカツ、とんかつか当てる、炒めてる音だけを聞いてどれがチャーハン、チキンライス、ピラフか当てる、イルハートちゃんからの意見と通すためにどうしたらいいか教えてください。普通におもろって思ったんだけどさ、企画ってそうやって出てるんだ。なんだろうな、でもなんかシンプルに炒めてる音だけを聞いて当てるってめちゃめちゃ難しくない？これはエビの水分が弾ける音がするから、ピラフ。これは鶏肉に油が染みていく音がするからチキンライスみたいなことないでしょ。いや、まあワンチャンできるかもしれない。いや、でもあのね、私は一つ言いたいことがある。これだけは絶対に言いたいことがある。クイズ番組みたいなやつをするためには、あの商品がね必要だと思うんですよ。正解者特典だから、正解したらこのご飯を食べれますとかっていうのにしたら番組みたいになって面白いと思います。企画自体はめっちゃ面白いと思うから、企画を通すには情熱を伝えることかなと思いますね。いざ料理作って目の前でこう食べるとかさ、ほら食べてみなさいよとかってやったら通るはずです。あ、もちろんあの私もね、あの食べるんで、あの試作段階から読んでください。ん？スタジオにキッチンがないし、どこか料理できるところが別に、それぐらいはなんとかしてください。次は深刻なお悩み相談です。おー、
なんだ、読んでいきましょう。イルハートちゃんにしか解決できないご相談です。おー、責任が重大だ。昔はイルハートちゃんが元気に動いていたのに、最近はめっきり動かなくなって寂しいです。今となっては、勝手に作ったイルハート時計アプリの踊る肉ミート非公式でしかイルハートちゃんが動きません。躍動感のある動画とか最新の振り付けであなたの心にイルハートが見たいです。まあ私もね、そりゃこう動けなくなってちょっと息苦しいなとかね、寂しいなみたいなところはあるんですけれども、私に言われましてもというところではありまして、スタッフに言ってください。今やる？最新の振り付け、やる？伝わる？これ。あ、やる。まあ、せっかくなんで、やりますか。あなたの心にいるハート。ここだけなんです。でもさ、久しぶりに私自分の全身の姿を見たんですけど、かわいいなんでそれは良しとします。ですが、イルハートも動きたいし、みんなもね、動いてるイルハートが見たいって言ってますけど、その辺どうするんですか、お母さん。検討はいいんですから、イルハート時計アプリの踊る肉ミートとかね、わからんアプリをね、作ってる場合ではないんですよ、あなたたちは。どこまで本当か知らんけど、ゲーム会社社員だけあって技術力ありますいやだから、そのゲーム会社社員の技術力を使って、私の体をね、動くようにしてくれないかなって。これね、多分もう1年ぐらいやってるんですけど、どうなんですかね。だからもうそればっかりでさ、そういうのね、なんていうか知ってる？たらい回しって言うんですよ。検討に検討に検討を重ねて、何の話をしていたかわからなくなるんですよ、あなたたちは。それまで私はこの状態で待てって言うんですか？本当にそういうところだからね、ゴッパイルハート。あなたの心にいるハート。いや、違うんだ。今日はさ、コッパイルハートに切れてる場合じゃないのよ。あのね、告知があるんです。これをみんなに伝えないといけないなと思って、今日はですね、なんと告知が2つあります。皆さん、6月2日は何の日ですか？そうです、イルハート6回目のお誕生日です。ということで、お誕生日記念ラジオをやりたいと思います。日にちが5月の31日、6月1日、6月2日の3日間を予定しております。やったー、みんな楽しみにしていてください。公開時間が19時と21時の1日2本立てになります。
公開場所が YouTube で、いつもイルテレラジオはファンボックスの会員限定なんだけど、今回のはお誕生日記念ということで誰でも見れまーす。いやしかもさ、2本立てで、しかもですよ、ゲストさんをお迎えしてます。やったねー。誰だ。いや、2人ともね、当てた人はあれをあげます。イルアートのことをよく分かっているでしょうをあげたいと思います。いやでも楽しみだな。なんかね、まだねラジオをね撮ってないんですけど、今これをね話したいんだよなとか、この間あれちょっと話そびれちゃったからちゃんと話そうとかね、一緒におやつ食べようとか思っているんですけれども、めちゃめちゃ楽しみです。みんなも楽しみにしててください。そしてそしてイルハートの誕生日ということを記念して、コンパイルハートのセールを行います。名付けてイルハートバースデイフェスティバルセール。イルハートの独断で金額とタイトルを決めちゃってセールをしてもらっちゃいました。タイトルは任天堂スイッチのフェアリーフェイサー F、 不利かな、リフレインコード、デジタルデラックス版などの名作がイルハートに関連する語呂合わせで金額が決まっております。下からイルハートの1810円、ミートの3010円、コンパの5008円、ハートの8010円となっております。開催期間が、この動画が公開された今から5月31日金曜日の18時から6月6日木曜日の23時59分までとなっております。詳細は動画概要欄から確認してください。いやみんな、ついに来ましたよ、イルハートってついたセール。やったねー。これね、みんなが買って買いまくってくれれば、イルハートっていう名前がついたセールで、私にこれだけ売りましたけどっていう功績を持って、会社に乗り込んで公式にしろっていけるので、殴り込みをかけるためのパワーとして、皆さんにね、ここ一発買ってもらえればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。いや、今日は別にそんな疲れるほどでもなかったですけど、今日はね、朝の5時半にね、鳩が暴れ出しちゃって起こされたんですよね。疲れてはないけど、眠い。いや、あれですね、コンパイルハートの社員ってさ、なんか言うても大した悩みもなくて、こう、毎日楽しそうですね。いや、それは、あれよ、イルハートのスタッフとして働いて稼げばいいのよ。あります？この体が動かないことが悩みなんですけど。あ、本当に？本当に？じゃあ、今日のところはね、それを信じてちゃんと締めようと思います。いいですね。はい。みんなも何か悩み事があったら、スーパーコンサルティングバーチャル YouTuber のイルハートにお任せあれ！今回みたいにズバッと解決していくよ！以上、イルハートでした。バイバイ！